お元気ですか、ボクシュビです。今回は BBM 中日ドラゴンズベースボールカード2024の開封動画でございます。こちらは1パック7枚入り、1ボックス18パック入りでございますので、前編後編9パックずつ開けていきたいと思います。まずは前編の9パック開けていきたいと思います。では前編の9パック開けていきたいと思います。まずは前編の1パック目でございます。田中美希也内野手でございます。上林誠二外野手でございます。大野雄大投手のカードでございます。後藤俊太外野手でございます。大島洋平外野手のキラでございます。辻本凛太郎内野手でございます。ダヤン・ビシエド内野手でございます。2パック目でございます。宮大成捕手でございます。石森大成投手でございます。根尾明投手でございます。福島翔太投手でございます。でこちらですね、加藤ピューマ投手のこれエスペランザカードでございます。これ来るとね、直筆サインカードがね多分難しいと思います。もし出なかったらごめんなさい。はい、続けていきたいと思います。鵜飼康介外野手でございます。オルランド、カリステ内野手でございます。3袋目でございます。砂田良樹投手でございます。これ北海道出身でございます。上田幸太郎投手でございます。三好博則外野手でございます。加藤優馬投手でございます。失礼しました、さっきのね加藤優馬投手でした、失礼しました。梅津広大投手でございます。キラでございます。森博と投手でございます。清水達也投手でございます。4袋目でございます。大野雄大投手でございます。高橋宏人投手でございます。クリスチャン・ロドリゲス内野手でございます。でこちら村松海斗、こちら内野手のですね、内野手のカードになっております。福永博樹内野手のこれ木田でございます。こちら高橋宏斗投手のカードでございます。マイケル・フェリス投手でございます。5袋目でございます。涌井秀明投手でございます。
中田翔内野手でございます。かつてね、西ハムにも在籍しておりました。細川誠也外野手でございます。これは中地玲也投手のカードでございます。松山真也投手の平でございます。小笠原慎之介投手でございます。小田これは豪輝外野手でございます。これは6袋目でございます。宇佐美慎吾捕手でございます。日本ハムから、トレードで加入してきました。勝野昭義投手でございます。石橋康太捕手でございます。カードでございます。田中幹也内野手でございます。中田翔内野手でございます。山本康弘内野手のキラでございます。祖父江大輔投手でございます。7袋目でございます。田中美希也内野手のこれカードでございます。宮大成捕手でございます。ユーク内野手でございます。土田ユーク選手でございます。大島洋平外野手でございます。上林誠二外野手のキラでございます。山浅龍之介捕手でございます。石川隆也内野手でございます。8袋目でございます。涌井秀明投手でございます。ユーク内野手でございます。で中田翔選手の直筆サインカードではなくてカードでございます。失礼いたしました。鵜飼康介外野手でございます。根尾明投手の、これはカードキラでございます。で福田幸之介投手でございまして、直筆サインカードが出ました。これはね、ちょっと英語で書いて、アルファベットで書いてるのでね、ちょっと間違ったらごめんなさい。松山真也選手でしょうかね。直筆サインカードでございます。で、こちらがですね、なんとね、58Cでございます。はい。で、以上で、BBM 中日ドラゴンズベースボールカード2024の開封動画前編の9パック終わりたいと思います。なんとかね、直筆サインカード出て、ホッとしました。で、後日後編の9パックも開けていきますのでね、見に来てください。はい、以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をするかしないかは皆様にお任せいたします。ありがとうございました。で、ごめんなさい。で、よく調べたらですね、あと1袋、やっていませんでした。ごめんなさい。では、改めてね、9袋開けていきたいと思います。ごめんなさい。本当に。はい。改めて9袋目でございます。松山真也、投手のカードでございます。
砂田良樹投手でございます。梅津光大投手でございます。はい、後藤俊太外野手でございます。高橋宏人投手の木田でございます。福谷浩二投手でございます。斉藤光輝投手でございます。北海道日本ハムからトレードで加入してきました。はい、で、今度こそ、BBM2024、中日ドラゴンズベースボールカード2024の開封動画終わりたいと思います。本当に、ごめんなさい。それではね、改めてご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をするかしないかは皆様にお任せいたします。ありがとうございました。